イメラジオ第196回、今日は平成29年2月9日木曜日です。時刻は午後7時回ったところ。横浜港北、夜になりました。夕方降っていた雪も今雨に変わって道路は濡れていますね。今回の雪は積もらないようです。196回目の夢ラジオ、ジョン・スチュアート・ミルの自由論を取り上げます。ジョン・スチュアート・ミルの自由論、オン・リバティ、1859年に出た本、19世紀の真ん中です。明治にこの本は翻訳され、知識人に、日本の知識人に大きな影響を与えましたから、私たち今の日本人にとっても大切な本です。ミルはこの本でどんな主張をしているのでしょうか。まず個人の自由、これについて論を起こすわけです。他人と関わり合わない限り人は自由である。他人と関わり合わない限り人は自由である。まあ分かりやすく言うと、部屋に一人でいるとき自由にしていいよということ。ただし部屋を一歩出れば家族がいい、家を出ればお隣さんがいい、仕事場や学校に行けば他人がいますね。部屋に一人でいるときには自由だけど、一旦他人との関わりができればその自由は制限される。だけどその一人でいるときに自分が自由である、これは重要なんですよ。ミルはね、自分の身体と心に対しては自分が主権者である、こう言うんです。自分の身体と心に対しては自分が主権者である、いい言葉ですね。基本的に人は自由なんだと。ただし他人との関わり合いができた途端、その自由に制限が加わる。この自由論の中で大切だと強調されている自由、いろいろありますが、なんといっても言論の自由、ここで力入った主張を展開しています。ミルは例えば、私たちがある人の意見を抑圧するとしましょう。言論の自由の抑圧です。田中君としましょうか。田中君の意見を抑圧する、都合が悪いと、あるいはあの意見は間違って最初から聞かないことにしよう、田中君にはもう最初から言わせない方がいい、言ってもね、聞いても意味がないと、これはまずいよとミルは言うんですね。もし田中君が正しいことを言ってたらどうするんだと。それは抑圧したあなた方にも
被害でしょう。それはその通りです。ですが一方で、たとえ田中君が間違っていたとしても、その意見を抑圧したら、やはりあなた方に被害ですよ。どうしてでしょうか。こちらが正しくて田中君間違ってんなら、最初から聞く必要ないじゃないですか。気分だって悪くなるかもしれないし、時間の無駄なんじゃないかな。見るはそうじゃないよ。たとえ田中君の意見が間違っていると最終的に判明したとしても、その間違った意見とのぶつかり合いによって、間違った意見とのぶつかり合いによって正しい意見がよりしっかりと認識され、より生き生きと認識される。間違った意見との衝突が正しい意見をより強固にしてくれる。この部分は塾なんかで英語を教えてると、いろんなテキストに出てきます。コリジョン、ぶつかり合いですね。正しい意見と間違った意見の。もちろん塾生たちはそんな言葉を味わう余裕もなく、ただ英語をきちんと理解できるかどうかに集中するだけなんですが、よく考えれば、ミルの深遠な言葉でもあるんですね。言論の自由は、相手の人が、さっきは田中君でしたが、正しくても間違っていても、それを抑圧したら、その抑圧した側に被害出る。もちろん田中君にも被害が出ます。やめとけと。自由な言論、大切だと。間違った意見とのぶつかり合いによって、正しい意見がより光り増すんだと。開かれた社会への扉が開かれます。日本人が明治の早々にこの本を訳して、知識人の間に広まり、やがては社会の常識になっていったことは良いことでした。言論の自由だけではなく、いろんな自由、抑圧してはいけません。それはミルはこう言うんですよ。たとえ相手のためを思ってたとしても、自由の抑圧はダメだと、ね、相手のためを思って、じゃあ今度は吉田君にしましょうか。吉田君のためを思って、吉田君のためを思って、ここ、こういう場所に行っちゃいかん、行くなと言ったとしても、彼がどうしても行くなら止められない。最終的に、ほれ見たことかと、こちらの思う通りであっても抑圧してはいけない。最初の言葉にもあったでしょう。吉田君の身体と心は彼が主権者なんですよ。こちらが正しいと思うことを押し付けることはできない。うん。そしてね、権力論にも話が及ぶんです。人って個人であれ集団であれ、ミルの言葉ですよ、個人であれ集団であれ、自分の趣味とか好みを一番いいと思いたがる傾向があるんだと。個人であれ集団であれ、自分の好みとか趣味とか習慣とか、そういうものが一番だと思いたい、思い込む傾向があるんです。で、この傾向あるがゆえに、権力は往々にしてその
押し付けをやってくるから、個人に良かれと思ってかもしれませんが、ですからその権力の乱用にはひときわ目を光らせてなきゃいけない。19世紀真ん中、ここまでの言葉がイギリスでは述べられたんです。そして何度も言いますが、明治になってから日本人は早々にこの本を訳し、この言葉を味わったんです。権力の暴走を抑えねばならない、個人の権利は守られねばならない。ただしです、ここも大事です。ただし、他者に、他人に危害を与える可能性があるとき、その自由の抑制は認められる。さっきの吉田君の例で言うと、吉田君がどの場所に行こうとそれは勝手で、こちらが良かれと思って言って聞かなくてもしょうがないんですが、ただしその吉田君がそのとある場所に行くことによって害が出てくると、他人にね、あるいは社会に、その時はそこに行かせない、自由の抑制を発動できる。もう一つ、自衛の時、セルフディフェンスです。自衛の時、やはり相手の自由を抑制できる。ですからこちらがやられっぱなしになりそうな時、相手の自由そこまでは尊重する必要はない。ただしこれはあくまでも、まあ特別な例で、日常生活を送っている時にはやはり人の自由は最大限に尊重されるべきだ。個人が自由に動き回るべきだ。そしてミルはね、この19世紀半ばの時点でアメリカという国を取り上げ、もう独立して70、80年経ってましたが、やはりアメリカではこの個人が自分で自分のことを決定し、自分で自分のことを決定し、しかもそれが社会の善にもなっている、社会の利益にもなっている。個人が自分の利益追求で頑張ったら、その利益が社会の利益にもなっている。割とこうアメリカ社会を褒めたたえているんですね。最終的には結論部分ですけど、こんなことも言ってるんですね。政府と個人で同じことができるんだったら個人にやらせた方がいい。いや、政府がやっていいようなものでも個人にやってやれないものでないなら、つまりやれそうなら個人に任せた方がいい。政府でやった方がいいような場合でも、個人がやってみた、失敗もしたけれどそこから学ぶ、何より自分で判断して自分で行動する習慣が身につく、認識力や判断力が研ぎ澄まされる、個人でもっともっとやらせてみよう、自由にさせてみよう、これは資本主義の高らかな金の根ですね。ジョン・スチュアート・ミルにとって自由というのは極力拡大されるべきもので、その自由の抑制を正当化するものはひとえに
他人への危害の可能性およびこちらの自衛、その時だけだと。あとは個人が自由に活動し、それが一番社会の善あるいは利益を増やす。以前経済学原理の回でもお話しましたが、ジョン・スチュアート・ミルはベンサム、ジェレミー・ベンサムの哲学を大きく継承していて、ですから功利主義者の一人、ユーティリテリアンの一人と呼ばれるわけです。自由に個人を極力させたら社会の利益も最大限になるよ。社会の利益を最大にするためには、まあ、最大多数の最大幸福を目指すためには個人ができるだけ自由にあった方がいい。ただしそれが制限されるのはね、というこういう本なんですね。自由とは何をしてもいいことではありませんけれど、根幹にはそれがないと。例えば私が教えている都立高校の生徒たち、制服もなしの自由だけど、じゃあ何をしてもいいか、そうでもない。その辺の見極めはきちっとついていますね。ですから自由な都立高校生で、じゃあハメ外してどうのこうのほとんど聞いたことがありません。まあ私が付き合った範囲内ですが、ああいう世界見ると、やはりジョン・スチュアート・ミルがね、この自由論の中で言っていた、その制限を課せられた自由、しかしその制限は他人への危害と自衛、これ以外は自由にしていい、そして問題が起きない、ああと、結構理想的にやってんのかな、そう思いますね。今21世紀の日本でも言論の自由をはじめ自由が保障されてはいます。当たり前みたいに思っていますが、そうでない国もいっぱいあるし、歴史的にはイギリスでさえですね、イギリスでさえ19世紀の真ん中にこういうことを強調して言わねばならなかったんです。その自由はしっかり守っていかないといけないですね。196回目の夢ラジオ、今回はジョン・スチュアート・ミルの自由論取り上げました。雨はまだ続いていますね。